今まで乗ってきた車、まあ、セルシオからどうぞ。フェラーリ、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 フェラーリ。今までで一番買った高い買い物。船一晩で使った最高額飲み代800万。飲み代ね、飲み代ね、ザギで。すいません、すいません。これでしょ、50個果たしよう。登場するね、このね、バッグが気になるんだけど、バッグ、いくらですか？これが500万ぐらい。500万、バッグ500万。ちょっと黒子が入ってる。もう、黒子。今日の時計は200個来ないけど。この間の時計と違うんだけど、時計なんか20個ぐらい。今まで行った海外で一番良かったの？海外、まあ一人イタリアのシチリア島かな。良かった、シチリア島。ちゃんと良かった。どういうとこ良かったの？美味しいし、うんうんうん、あとやっぱり地中海だから食べれば、うんうんうん、あれは欲しいね、うん、ご飯美味しい、もう連れてってほしいっていう場所もいいよ。シリアと俺もいいよ。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 何で行く？マジ？いや、ヨーロッパ行ったことないね。せいぜい台湾ぐらいの。来たとおっしゃる。社長ね、面白い社長ね、本当に。最高額飲み代。飲み代。ああ、飲み代。これ行ったなってやつ。800万。飲み代ね。飲み代ね。ザギンで。銀座。銀座。ビールザギンで、あの最初に入った時から友達と10時まで遊んだって銀座で。うん、これ、ね、富士通じゃって近いと思って、馴染みの銀座の店に行ったの。うん、で、一人で行ったら。そうそうそう、たまにはいいのかな。
レンジ。だからなんかいい酒飲もうから、また可愛いお姉ちゃん、両サイドついてて、調子こいて。漏らしてちょうだい。で、メニュー書いたら漏らしが。何それ？白ワイン。これ一本いくらな、その白ワインは、そのザギンのやつは。で、それが、なんていうやつなの？メニュー、モンラシア。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 DRC モンラシア。DRC モンラシア。モンラシア。それが、この価格で、300万って書いてあったの。1本300万か。1本300万がええやと思ってたの。よくねえわ。よくねえわ。よくねえだろ。実はさ、酔っ払ったら忘れてたんだけど、さ、サービス料50%だ。すなわち、300万のことで、サービス料150万円だろ。本当。そう、違う。そ当然女の子ママから本当はあそこ着きなさい。わら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 。すげえな。俺一人で女の子10人ぐらいついてるんだね。なんかそれまた50%で70%もらったよね。これ70%ねちょびっとずつついてもすぐ1本なくだろうね。もうね700万ぐらい来て、その後友達と合流して。まあ、たまにね、まあ、派手なのもんかって、2人で会計200万で100万ずつ割りましたもん。もはや、安く買った。合計して、それ、待ち合わせまでの地下で近づいて、800万で700万使ったから。すげえ豪快だね。すごいな。初めて聞いたね。グッドボタン、コメントもお願いします。バイバーイ。